こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？はい、今日もやっていきます。今日の修理は左利き水野さんの外野手用ですね。トラッペーズ、こちら Y 字のトラッペーズの修理となりますね。でフィンガーチップ、指先紐も切れてましたんで、ついでにアップしておきます。まあずっとこういったリレースの動画はね、過去動画、グラブ修理の再生リストにありますので、いろいろね必要なところを参照していただきたいんですが、今日はまだね、まあ、やったと思うんですけど、トラッペーズと指先紐やっていきたいと思います。どうぞ。じゃあ抜いていこうかな。このタイプは、あ、そうだそうだ、こっちのモディファイトラッペーズに比べて、構造がレーシングが単純なので、割と簡単にできます。こっちは外回ってるやつ、内回ってるやつって確認しながらね、でここヒンジが入ってたりすると通り方がメーカーとかタイプによってまちまちなんで、これは要注意になりますね。今日は単純な方をやっていきます。この Y になってるのは吉野さんが使ってたタイプの、あれじゃないかな、ウェーブじゃないかな、と余談ですが、よいしょ、ほどいていきたいと思います。ここへ回って、でこっちに来ますな、あ、来てないよ、あ、これここでおしまいのタイプか。ここだけだな。よし、そうしたら、ジャングルにですね入れたいと思います。よいしょ。こっち出るやつか。よいしょ。に。ここですね。よいしょ。で。今抜いた通りでございます。まあ、Y でも T でも一緒ですけどね。はい、でよいしょ、そうですね、これぐらいでいいか。あんまり締めすぎるとね、バランスがね悪くなっちゃうんで、よいしょ、
うん、これぐらいだね。たくさん来ちゃったかな。はい、いらっしゃい、こんにちは。すみません、ちょっとよく直してほしいんですけども。はい、どんな修理でしたか。紐をお願いしていいですか。ちょっと待ってください。よいしょ、修理がちょっと立て込んでますので。あ、いい、こういうと全然来週のいいですか。何もありゃ全然いいです。あーはははは、はわかりました。じゃあさすがにこれじゃあそうですね。はい、途中回すの忘れてね、進んじゃったんですけど、まあ同じことの繰り返しですからね。最後のとこ終えたくいきます。よいしょ、うん、こうして、よいしょ、これぐらいかな。うん、でこのパターン多いですけど、ここを通しますね。で、締め具合をちょっと調整して、ちょっと締めすぎ。よいしょ。うん、これぐらいかな。はい。で、これは、ああ、横へ来るんだね。はい。こっちへ行きます。トラッペーズが重なるときは重なるんですよね、いつもね。なんでだろうね、不思議ですね。またさっきもトラッペーズの修理が入りました。よいしょ。で、ここ通して終了です。はい、こうね。はい、で、よいしょ。はい、じゃあこんな格好で入りました。あとはついでですけども、今日はいつもやってる指先紐、フィンガーチップレースもやりますね。結束バンドでね、豪快ですね。止めてありますが、こちらもね、やっていきましょうか。せっかくですからアップしましょうか。はい、じゃあ、まあ、左用ということでね、珍しさもありますけれども、いきますね。
はい、じゃあ入れましょうか。よしと、ここでいいっすね。で、よいしょ。あとはくるくるっとね、いつも通り行くだけでございます。間違えた。ダメではないか。で、最後はこうですね。で、指いきますね。
はい、通りました。修理完成でございます。おお、はい、ということでこちら左の外野手用トラッペーズと指先紐の修理動画でございました。なんか久々にリレースの動画をやった気がするけど、そんなこともないかな。そうですね、まあいいや。それでは皆さん、さようなら。